ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録よろしく頼むぜ。再生数が上がってとても嬉しいぜ。動画の最後に、歴史クイズを用意しているから最後まで見てくれだぜ。クイズの後は、コラボ動画を用意するぜ。10秒ほど宣伝できるので、希望者は連絡してくれだぜ。皆様の応援の甲斐あって、かなりの方が見てくれました。とても順調なので、来週は2本更新です。それはめでたいな、ネタ切れしないように頑張っていかないといけないぜ。単にしくじり大名の話だけでなく、その家族の話や良い話も入れてほしいわね。そうだな、枕の話も大切だよな。それで霊夢、今日は何を見ているんだ？映画の空海ね、北大路欣也主演の方ね。実にこだわりがすごい作品よね。ああ、確かに古いところに目をつぶれば、最近のやつよりはいいよな。それで、空海ってお坊さんだけでなく池の工事にも力を入れていたんだって。だから、多くの民衆から慕われたんでしょうね。特に、香川県の万能池に携わったそうよ。ああ、アーチ型にするなどによって、少々の水圧に耐えれるようにしたんだ。当時の日本にはない技術で、中国の技術を輸入したわけだな。かなりの人が感謝しただろう。現在の香川県でも、ダムの貯水率でニュースになるくらいだから、ため池の存在は大切なものだったんだ。へえ、弘法大師さんって、今の香川県にも大きな影響を与えているのねー。だがな、今の万能池は別の人が基礎を作ったんだ。そうなの？弘法さん弘法さんというので、彼だけが関わっているものだと思っていたわ。確かに、空海の技術は素晴らしかったが、元暦元年1184年に崩壊した。その後は、池の跡地には池内村と呼ばれる集落が形成され、400から500年間も機能を果たさなかった。うわぁ、結構な時間ね。この万能池の改修に取り掛かったのが、西島八兵衛という人物だ。全国的には知られていないが、香川ではかなりの有名人で、学校の授業でも取り上げられている。そして、彼は高松藩の家臣ではなく、伊勢津藩の藤堂高虎の家臣なんだ。へえ、つまり津藩から派遣された人物なのね。ああ、城作りで有名な藤堂だが、こういった技術者を多数抱えていたんだろうな。藤堂高虎は、寛永3年1626年に起こった讃岐の大干ばつに心を痛めて、万能池の改修を命じた。西島は、まず空海の工事の記録を探してその記録をヒントに改修したという。やっぱり空海さんって、すごいのね。そして、万能池をかさ上げし、近代まで使えるものにしたわけだ。他にも90のため池を改修した。何よそれ、西島さんヒーローじゃないの。まあ俺もそうだと思うぜ。実際三重県の津に、彼の像があるからな。でも不思議よね、なんで津藩の人が高松藩の工事に関わったのかしら？おっ、いい質問だな。それは、高松藩の生駒家と、伊勢津藩の藤堂家は強い絆があったんだ。ああ、だから人を行き来させていたのね。そして、高松藩で起こった騒動によって、その絆が崩れてしまうんだ。へえ、それは大変ね。その経緯をすごく知りたいわ。わかった、じゃあ今回は絆まで破壊した騒動を紹介しよう。待ってました。皆様ご視聴、そしてコメント感謝です。できる限り返信するのでよろしくお願いします。間違いがあったら気軽にコメントしてくださいね。悪意はないので、許してください。よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、ゆっくり歴史を覚えていってね。ここはどこかしら？ああ、ここは高松城だ。今回の主人公は生駒貴俊、高松藩第4代藩主だ。それで、一体どんなしくじりをしたの？その前に、藤堂家と生駒家の絆の強さを知ってほしいと思う。わかったわ。霊夢も知っているかもしれないが、藤堂高虎は主君を7回も変えている。そ
わね。十二神はあまりないのかしら？霊夢、そういう考えは江戸時代になってからの考えで、戦国の世ではこういうことは割とあったんだ。そうなのね。まあ、しけが滅亡したりトラブルが原因などで、転々としていた、藤堂高虎に運命の出会いが起きる。羽柴秀長との出会いであった。彼の家臣になった藤堂高虎は、300石で迎え入れられる。そして、その後やり働きだけでなく、外交技術や内政面の素晴らしさを見せた彼は、最終的に2万石になった。おお、すごいわね。300石から60倍以上じゃない。素晴らしい主君と出会えて、本当に良かったわね。しかし、天正19年1591年にその秀長が亡くなってしまう。そして、その後継者に豊臣秀康が選ばれて彼が補佐するが、夭折してしまった。この夭折は、秀吉の陰謀ではないか？と言われている。秀次の弟なので、出た噂だな。その根拠の一つに、その死を悼む姿勢を見せず、葬儀を隠密裏に済ませるよう命じたという話がある。真相はともかく、藤堂高虎は最高の主君とその後継者を数年のうちに亡くしてしまった。これは、高虎さんショックよねー。ああ、霊夢の言う通り、高虎は絶望した。そして、高野山に自ら出家してしまった。世俗との交わりを避けたのね。気持ちはよくわかるわ。私もマリサが死んだら耐えられない。はは、嬉しいな。しかし、これだけ才がある人物だ。秀吉が黙っているはずはない。秀吉の指示によって説得をした人物が現れた。それが、生駒近政なんだ。ああ、今日教えてくれる、高俊のひいじいちゃんね。彼の説得に応じて、なんと伊予輪島7万石の大名に返り咲くことができた。大元の3倍以上じゃないすごいわ。このことに恩義を感じた高虎は、生駒家と協力関係を築いていく。例えば、婚姻関係がそうだな。生駒3代目の正俊は藤堂高虎の養女を正室にしている。養女とはいえ、正室にするのだから藤堂家をよく見ているのは間違いないわね。ああ、そんな中、生駒家にピンチが訪れた。その正俊が、36歳という若さで亡くなった。息子は、11歳の昇法した高俊で、統治はまだ難しい年齢だ。時は1621年、この頃は海域の基準が厳しかった。一歩間違えれば、領土が削られる危険もあった。この時に人肌脱いだのが、藤堂高虎だった。彼は、生駒近政の恩を忘れていなかったのだ。おお、すごく熱い展開じゃない。霊夢も知っての通り、藤堂高虎は幕府の信頼が厚い人物になっていた。そのような人物を、幕府が無下にするわけはない。外孫の高俊を、彼が貢献することが認められた。その一環として、革新が高松藩に派遣された。まあレンタル家臣といったところだな。ああ、なるほど、そこで西島八兵衛さんに繋がるのね。ああ、その際に西島はこの難しい引き継ぎをこなし、事務方として重要な役割を果たした。その証拠として、数度もさぬきに来ている点からもわかるんじゃないかな。そして、池の改修工事もしっかりとこなし、藤堂家は生駒家を内からも外からもサポートしたんだぜ。よくわかったわ、ありがとう。本当に困っている時は、お互い助け合っていたのね。まるで私とマリサみたいよね。ふふ、ありがとうな。高虎も恩人の、ひ孫まで面倒見て、高松藩の危機を救った。これは将来も安泰よね。生駒家と藤堂家の強い絆で、永遠に続きそうね。今後どうなるの？絆は崩壊して、生駒家は海域になった。いやいや、ちょっと待ってよ、霊夢。霊夢はお前だぜ。一旦落ち着いて話そうぜ。そうね。今の流れなら、ハッピーエンドで終わりそうだったじゃない。なんでそうなったの？それじゃあ、これからその経緯を説明するぜ。まず、生駒高俊は11歳で家督を継いだのは先ほど説明した通りだ。その成果はわからないが、人
ことに頼りっきりで政治に無頓着な人物に育った。東堂高虎のやったことが、悪く作用した可能性があるのね。ただ何もしないならいいのだが、男遊びにはまってしまった。あらやだ、たくましい人たちね。そんな男遊びはかなりあったようで、生駒踊りと世間は揶揄した。彼の性質の父である、土井利勝は怒り何度も注意したが、彼は態度を改めなかった。そうなれば、当然起きることは一つだよな、霊夢？家臣が力をつけたり、大陸をするのかしら？ああ、霊夢の言う通りで、この状況を家臣は利用しないわけはない。先ほど、核心を送ったと話したが、生駒家も同様のことをした。生駒将軍立脇菊氏は、生駒一門の家老だが戸様から家臣を迎えた。前の助左衛門と石崎若狭という人物だ、生駒親子の力を削ぐためだろう。この二人が家老になったところ、今度は藩の主導権をめぐって対立が起きた。これが生駒騒動だ。なんか、よくある話になってきたわね。寛永12年1635年、生駒家は幕府より江戸城修築の手伝い苦心を命じられて、借金をした。この借金を返すために、前の太刀つまり戸様は、高松城南方の岩瀬尾山の松林を伐採させた。これは、生駒近政の時代から伐採を禁じられていた。これを戦王とみなし、家臣は生駒立脇に相談した。寛永14年1637年立脇は、東堂家の藩邸へ行き、訴状を差し出した。うわぁ、なんかやばい空気になってきたわね。でもきっと、高虎さんならなんとかしてくれる。ところが、高虎はすでに亡くなっていて、息子の高継の時代になっていた。とはいえ、後見人も引き継いでいたわけで、生駒家のために骨を折ることになった。訴状を受け取った高継は、まずは生駒家隕石の、脇坂安元と相談し穏便に済ますように動いた。しかし一度ついた火はなかなか消えることはなかった。最終的に喧嘩両成敗の判断を下すことになった。つまり、前の石崎立脇など合わせて5人が切腹するというわけだな。重要な家臣が多くなくなるのは藩にとって、痛手よね。今後の運営に悪影響が出そうね。そして、主要家臣も切腹することはお家のためと了承した。その時に、待ったをかける人物が現れた。え？もしかして救世主？これはラッキーね。これまで遊びほうけていた、生駒高俊だった。救世主だと思ったら、疫病神だった。あまり聞きたくないけど、なんて言ったの？この事情を知らなかった高俊は、5人の切腹に関して高継に猛抗議をした。彼の言い分としては、自分に相談なくやるのはおかしいということだな。そもそもこれまで遊んでいたのに、何を言っているのこの人は。高継の賢明な説得も、納得することはなかった。そして、なら勝手にしろと後見役を放棄した。ああ、ついに呆れてサジを投げられちゃった。絆がなくなってしまった。そうだ、こうなってしまうと、行き着くところまで行ってしまう。1640年寛永17年に、高俊は立脇の切腹の取り消しを決定する。もともと、立脇の切腹中止を高俊に訴えていた立脇派は狂気乱舞する。しかし、納得できないのが前の石崎側である。切腹を覚悟していたのに、衝撃を受けたわけだ。彼らはすぐに、行動に移した。まず、老中稲葉正勝に訴状を提出し、国元にあることを命じた。あること？同志の者たちに家族を引き連れて立ち退くよう指図をした。するとどうなると思う？に賑やかなことになりそうね。ああ、その通りだ。前の石崎派数名、家族を入れると、2000人以上が武装した。何よそれ、戦争でも追っ始めるの？これだけの人数が武装して、国元を離れる騒動になったんだ。さすがに幕府も黙ってられない。両派の者たちを江戸城に召して、両派の処分を決めることになった。
数回の審議の結果、戸玉の前の父はすでに死亡、石崎は切腹。この二人の男子の子供は死罪、そして主要な人物数名が死刑になった。反対に立脇派は忠義の者として、諸大名のお預けとなった。大変なことになってしまったわね。それで原因を作った高利はどうなったの？ああ、当然家中取締りとして領土を没収された。そして、出羽国流罪となった。まあ、当然の結果よね。とはいえ、由利郡や島に1万石を与えられたので、かろうじて大名として残るんだけどな。暗愚な人が急に口出しをするとろくなことにならないのは、今の政治家と変わらないわね。以上が、生駒貴俊のしくじり話だが、どうだった、霊夢？やはり、絆って永遠じゃないわね。ちょっと怠っただけで崩れるものなのね。ああそうだ、だから日々相手のことを思いやって、一生懸命に生きていくのが大切なんだと思うわけだぜ。ええ、そうよね。そういえばこの騒動の中、西島八兵衛さんはどうしたの？西島は寛永16年1639年に、伊勢へ帰った。つまり、騒動の前年だな。しかし、再び讃岐に戻った。これは生駒家がお取り潰しになったからだ。松平頼重に引き渡された際に、上司案内役として活躍したという。ああ、内政に関わっているからね。でも、この時の讃岐を、どんな思いで見ていたのかしら。それはわからないが、西島八兵衛の動画は小槌先生が解説しているので、ぜひ見てくれ。そして、西島は帰国してもため池などの改修や様々な藩用に関わり、85歳で亡くなっている。多くの農民が彼に感謝しているでしょうね。そして、生駒家は1万石だが、後に彼が没すると相続で大名ではなくなった。後に、戊辰戦争で大名に復帰するらしいが、それはまた別の話だな。また、生駒騒動には様々な説があって、今回の話が確実というわけではない。しかし、彼が暗愚なのはほぼ確実と見ていいだろう。まあまあ、それはよくわかるわね。さて、俺の話は以上だが、今日はコラボがあるそうだな。そうなのよ、ついにコラボの申し込みが来たのも嬉しくて嬉しくて。そうだよな、そして記念すべきコラボ第1回はなんだ？ゆっくり裁判チャンネルさんというの。ここは、裁判所の資料をもとに、事件の経緯から裁判の結果までを動画にしているわけ。おお、それならいずれ有名な事件や、懐かしの事件の結果がわかりやすく紹介されるんだな。そうね、なぜ執行猶予になったなどの、理由が説明されているので、興味が出てくるわね。概要には専門用語もしっかりと解説されていて、うちのチャンネルよりも、丁寧だなと思ったわ。おいおい霊夢くんそやないぜ。そういうわけで少し見てみましょうか。1回目の事件は持続化給付金詐欺事件だ。この事件は東京で司法書士をしていた A が、国の持続化給付金の制度を悪用して、虚偽の申請を繰り返して給付金を計4500万円差し出した事件なんだ。さて、ここまでです。なんだよ、霊夢いいところなのに。詳しい内容が知りたい方は、ぜひゆっくり裁判チャンネルさんに来てください。概要欄にリンクします。よろしく頼むぜ。コラボで双方発展するといいよな。霊夢、今回もクイズがあるんだろ？ああ、そうだったわね。クイズを出すわね。今回はどんなのだ？そうねー、せっかく裁判の話をしたのだから、江戸の裁判の話でもしようかしら。それは面白そうだな。江戸時代には、奉行所がありました。有名なのは、北町と南町ね。ああそうだな。ただあれば月番制で、管轄というわけではないそうだな。ええ、そんなわけでこの南と北を補佐する奉行所が短期間だけ存在したのよ。そうなのか？今回のクイズは、その北町と南町を補佐した奉行所の名前をお答えください。下の4つからお選びください。これはヒントを出したら、答えになりそうだな。ええ、だから感覚でお答えください。
どうしてもわからなかったら？動画の最後に、小槌先生の動画を貼るわ。じゃあ一緒に勉強しような。これから二つのチャンネルを回らないとな。一緒に回りましょ、霊夢。答えと解説は、ニコニコ動画はいいねボタンに。YouTube は、コメント欄に書いておきます。ニコニコ動画は文字数が少ないので、細かい解説が知りたい人は YouTube までぜひ来てください。クイズの要望がありましたら、コメント欄にお願いします。毎回ご視聴誠に感謝です。余裕ができましたら、週数回投稿するかもしれません。それは、皆様の応援次第です。コラボ動画の募集も行っています。歴史関係者はぜひご一報ください。今回は、コラボの申し込みが来てよかったな。そうね、これからもっと多くの人と繋がっていきたいわね。そうだよな。それでは皆様、ありがとうございました。これが代々北町奉行所の与力やってね。北町と南町って違いがあるんですかね。北町、南町のね、江戸時代は、役職を南